した帰らぬ物質を洗浄。異常なし。ようこそサムポーターブリッジ。エグスはあなたが繋いだ結び目とビーチを繋ぐつもり。二人はアメリのビーチに行った。俺たちは行けるのか？私は無理。でもあなたはアメリと強い繋がりが。彼女のビーチに何度も行ってるでしょ。あなたなら飛べる。約束覚えてる？ヒッグスを生け捕りにする。約束よ。私があいつのとどめを刺す。それじゃアメリのビーチに飛ばしてあげる。私の力では一緒には飛べない。あなたを送ったら後を追う。君もアメリのビーチに行けるのか？いいえ、彼女とはつながりがない。でもあなたとのつながりをたどる。そのドリームキャッチャーでアメリを探す。向かいはこのミサンガで、あなたをたどる。装備はそれでいいの？武器はいらない。ルーも連れていかない。ああ、フラジャイル。何？いつものは。あ、ハマったみたいね。サム、気をつけてね。もし何かあったらルーを頼む。あなたに触れるけど我慢してね。アメリとビーチをイメージして。彼女がアメリが好きなんでしょう。見えた。
アメリ。サム、どうしてここに。絶滅のイベントの前に決着をつけようじゃないか。どうするつもりだ。別にどうもしない。絶滅体を守りサポートするのが俺の役目だ。第六の絶滅は避けられない。俺やお前がいくら抗おうと、数万年後には確実に我々人類は滅びる。ならば俺たちで絶滅を受け入れるしかない。太古の生物がそうしたよ。結末の決まった未来を少し延命させても意味はないだろう。俺たちドゥームスも彼女もそのためにここでつながっている。あら、俺たちも一部なんだ。デスストランディングだな。ご覧の通り、ここはビーチだ。機関車であろうとここでは死ぬ。お前も俺も晴れて向こう側へ行ける。そうださ。もう馬鹿げた人生ゲームを繰り返す必要もなくなるというわけだ。ただし、ここでは BT は呼べない。ボイドアウトもしない。だから昔ながらのボス戦ってわけだ。まずは、冒頭縄の戦いといこう。それでは、二人で楽しもうじゃないか。最後のゲームオーバー。これはヒックス、神の竜。どうした、出てこい。もっと楽しめ。サム、見つけるぞ。そこか。何をためらっているサム。お前がそこで悩んでいても何の意味もない。なぜかってよ、もう結末は決まっている。お前の死ぬ思いでこの大陸を這いずって人や都市を繋いでも必ず壊れる。アメリカを復活してもそれは必ず壊れる。この宇宙に誕生した生命の世界。だからサム、ためらうのは今すぐ俺にひざまずI'm not going to do that.
不服なら俺と戦え。お前は運命に抗って破れていく栄光を手にするだろう。さあサム、ここまで来るんだ。さあサム。最も古い人間の道具の一つだった。こうは悪い空間を遮けて、縄は良い空間を引き寄せるために。次はお前が好きな接近戦だ。
止められない。誰もお前もドゥームスならここで覚悟を決めろ。さあ来い。Ugh!